落下コースを変える。ああそういうことか。なるほど。いやいやいや、それ範囲広くない？追尾機能ありそう。追尾機能ありそう。これ回避はできない。それか、なんだと。何これ、休憩ポイント。これは順番に来るやつだ。いたいたいた。なんか会話してるけど全然会話読んでなかった。多くないそれ。多いよ。ちょっと多い、ちょっと多い。それはちょっと多いな。なんか背骨みたいな木の根っこだな。重力使えたのか。おお危ない危ない。あんなん食らったらなんかすごいことになりそう。いた。てかめっちゃ会話してるけど全然読んでなかったよ。ちゃんとね、分かる言葉で喋ってほしい。お、これは。これはまた、やっぱり、なんかあると思ったんだよ。あれは欲しい。回復。これいつまで続くんだろう。あと600くらい。いやいや、それは範囲がでかすぎる。痛い。なんかどっかぶつかった。あともうちょっとだ。よし、あと200。ついた。一番下じゃない。着地。なんか吠えてる。何がいるんだこの下に。怯えてるクロウちゃん。なんなのあいつが。来る来る。何が。え、こんなヒットポイント半分の状態で。なんか来たよー。危ない。あ、落ちてった落ちてった。猫が。あ、ダスティだった。それが全ての始まりだった。え、これから物語始まるの。延々と落下し続けた。
プレラコアキヌアドゥトレアリビマウンサブ。どこだここ。ダスティがいない。なんだこの子供。気味の悪い子供たち。どこに連れて行かれるんだこれ。子供しかいない。海賊？何見てんの。私見せ物じゃないんだからね。うわーって、猫をどこにやったの。なんだこいつ。オサかリーダー的な。お前誰だ答えろ。激しい。ぐわー、ストレス溜まってんのか。お前は怪しい。年長さんへの礼儀をママに教えてもらわなかったの。檻から出してくれたら教えてあげてもいいよ坊や。しばらくそこで頭でも冷やすんだな。おばさん、お姉さんでしょって。そんな低レベルの争い。シアネア、こいつシアネア。ツインテール。子供は分かってくれない、エピソード13。どうすんのこれ。どうやって出んの。ねえねえシアネアちゃん、おーい。ふん、ちょっとお姉ちゃんと楽しくおしゃべりしない。お姉ちゃんおしゃべり。猫ちゃんって何。そっから。猫もどきっていうか、もどきって何。そっから。もういいや、めんどくさくなっちゃった。シアネアまだここ来たばっかだからよくわかんない。もうお昼寝の時間。え、見張りいいの。この状況で寝るか。寝ちゃった。おりゃおりゃ、こんな檻。逃げ出す方法。お、こういうことだ。イエーイ。こういう遊び道具あるよね。起きないのかい。どんだけぐっすり寝てんだ。反応ゼロ。めっちゃ熟睡してんじゃん。バイバイだ。ダスティはどこかな。ダスティを探せ。探せと言いつつ、なんかナビが示されている。あれか、重力使えないのか。ということは回り道をしないといけないのかもしれない。子供たちに見つかるとうるさそう。気をつけなくちゃ。なんか地震多くない。あ、このアイテムのある方をたどっていくのが正解っぽい。なんてわかりやすい。もうダスティどこ行っちゃったの。取れるか。危な。おっと、やべ、見つかった。そんなところにいるなんて。こっちを見てない時に通らないと。そういうこと。なんか天柱みたいじゃん。後ろから暗殺するんでしょ。いけいけ。
よし、成功。こんな町があるなんて。こんな暗いとこに住んでてみんな。すれば普通に、あ、子供がいた。上の町からゴミとか廃棄物とかなんかポイポイ捨ててんじゃなかったっけ。こんなとこいたら上からいろいろ降ってきそうだよね。そしてあの子供の視力がどれぐらいなのか。おりゃ、今だ。危ない。子供しかいない、大人がいない。まあ子供はいずれ大人になるから。子供だけの村いたんかよ。ここは多分大人になったら自然と上へ行くのかな。一番見つかっちゃいけないやつに見つかってんじゃん。おい、うなってるうなってる。あ、ツインテールのあの子一番かわいい。シャレやシャレやシャレや。襲われる。あ、猫来た。猫守ってるじゃん。あ、びっくりした。こいつまた一発でやられんのかと思った。この、こいつは確かクロウちゃんにも一発で倒されてた。猫もどきちゃん？いや、ダスティじゃないの、名前。まあいいや、とりあえず目の前の問題解決に集中。にゃー、そうだにゃー。ネビーを倒せ。とりあえず上に上がって。当たるかな。当たらなかったな。よし、当たった。危ね、危ないっていうか当たったけど。やばい、そろそろ回復しないと大変なことになりそうだ。硬い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 から離脱。まずこの雑魚敵から倒すか。回復出してくれた。イエーイ。おりゃ、さすがに一発じゃ倒れないか。山田お前ら、よし。回復回復。いた。もうちょっと近づいてから攻撃。当たんない。当たんない。上からがいいのか。やっぱそういうわけでもない。なんだ、当たんないぞ。
ちょっと回復してから上から狙うか。痛い。よし、当たった。段上に登ってから逆だな。どこだ、どこに行った。とりあえずこいつ倒そう。あれ、どこ行っちゃった。いた。